じゃあ、まずは3日間の歌のせいでお疲れ様でした。ありがとうございました。3日間を通してまた昨年のレコードを更新する数字になりましたけれども、この3日間歌のせいのことから振り返っていただきたいと思います。はい、サマーセールに買い切れなかった人たちが結構いたというのを直接にも間接的にも伺ってましたので、はい、まあほぼ去年ぐらいの競りはできるのかなというふうには考えてました。その昨年をさらに上回る、はい、売却金額になりましたけども、これについては今どのようにお感じになってますでしょうか。いや、もう感謝感激です。ただただ感謝するのみです。3日目の最後に再上場がとても多かった、駆け込みでのなんか再上場多かったに感じるんですけども、まあ、そうまでしてこの市場で購買者が買いたいと思わせるその理由は何だったと考えましたか。いろんな需要喚起策がセリンにかけて、まあ地方もあると思うんですよね、はい、まあ、そういうことが、まあ、だんだん定着してきたことと、やはり地方が若干まで競馬を始めたい、やりたい、再開したいという考えがあるので、はい、それが後押ししてくれたというふうに考えています。今年の4つの市場を振り返りますと、組合長は以前から全て6割超えを目標にしたいというお話されてましたけど、今回は全部70、まあ、一番少ないトレーニングセールで 74.5 に、まあ、試合購入すると 75%、はい、全地所で 75% 超えなんですけども、この数字については現実として、はい、実感としては本音としてはちょっとバブルかなというふうには捉えてます、はい、まあ、値段もそうなんですけど、これだけ総額で高い数字を記録できたのはやはりちょっとバブル気味かなという感覚は持ってます、うん、で、はい、その中で自分たちの基本をどこに置くべきかということをいつも考えていて、それはやっぱり3頭生産者が上場して2頭売れればそれは競りとして成立して満足すべきというふうに僕は基本的には考えているので、そこが原点だと思ってます。それができれば合格というふうに自分では思ってます、はい、先ほど地方競馬の、まあ、若馬の新馬戦の購買意欲はとても増しているという話、はい、でただその馬主さんは、ね、庭先で買うこともできますし、まあ、市場でも買うことができますが、あえて市場に足を運んでくれた理由についてはどのように分析されますか。やはり信頼されるようになってくれたのかな。買い方も、うん、やはりレポジトリになり公表事項なりをちゃんと確認しながら今回も案内させていただいてたんですが、それが定着してくれば競りの方が安心して買えるというふうになると思うので、それが徐々に効果が出てきたのかなと思ってます。レポジトリについては、まあ、今はほとんどの馬がこの秋競りもオータムセールも提出されているようですけども、はい、やっぱり閲覧数もだいぶ伸びてるんですかね。ですね、はい、で市場開催中も見てて、あ、これっていうふうに目星をつけたまま再度チェックしに来てる人たちも結構レポジトリ室に見ると出入りが激しいですね、はい、あと今回も新しい購買者の方というんでしょうかね、普段耳慣れない方が随分購買者として名前を連ねておりますけども、その人たちを競り市場に呼ぶための努力って何か今回印象に残るものってありますか。いや、いつも、各競馬場中央地方昇流に出向いているんですけども、はい、その中で補助馬購買っていうことが、はい、今回結構増えてきましたよね。市場の売れた表示見ても分かります通り、それはやっぱり基本的に競馬場も競りで買うことを推奨しているというふうに捉えていいんだと思うんですね、うん、はい、だからそういう面では本当にこの市場の方向にみんなが向いてきたということを実感しています。今回団体は JRA と兵庫と石川県ですけども、その他にも千葉と大井と、まあ、園田と園田と、兵庫県、兵庫県、さっきも、まあ、高知も出したことは出して、ね、その都度毎年行って、はい、補助場購買今年はどれくらいの予定がございますかとかいろいろお伺いに行ってるので、
そんな中で、まあ、大体これぐらいの頭数の需要はあるのかなというふうに考えてたものですから、今回もやはり6割以上は売れるだろうという確信はある程度持てていましたよね。実際に、ね、それが現実のものとしてなったわけですけども、はい、まあ、ちょっと気の早い話です。次年度に向けては何か、この数字を今手元に置くと次年度のことをどのように捉えられますかね。まあ、私個人の考えとしてはここが天井というふうに捉えています。生産投資は横ばいなんですが、はい、まあ、上場投資も減ることはそんなにないのかもしれないけど、やっぱりこれからどれだけの、市場を通過したものが活躍しているくれるかにもよりますし、はい、また経済状況もあるので、そこは先のことはあんまり大きな期待は持たないで、最低線どこでクリアするべきかということを絶えず考えながら、まだやれてないことも自分なりには考えてますので、そこはやっぱりこれからも反省して生産者ともとも頑張らなきゃいけないなというところは何点か、まあ、今公表しませんけど、はい、持ってます。はい、我々感じるとちょっとなんか今回も買えなかったという声が随分そのセリバの外で聞こえてきたんですけども、はい、今回がピークであろうと思われる理由は何か一つ二つ、はい、うん、まあでもこれだけ数字伸びてまだこの先あるというふうになかなか考えづらいですね、過去の経験からしても。うん、オータムセールの最終日は8割売れたサマーセールの、まあ、いわゆる、はい、主取りバーが出てきて、はいはい、それらが 75% 売れてしまった、はい、つまりサマーセールの上場バーはほとんど 100% 売却してしまったというような、まあ、そういうことになりますね、数字のようなということになるんですけども、はい、結局値段が折り合わなかったとことが主取りの大方の理由かなというふうに捉えていいんだと思うんですね。よっぽど欠点がある、はい、馬に対してはどうしてもそれは遠慮されちゃうので、だからそういう面では値段の折り合いのことで3日目はそういう馬たちが出てきたというふうに考えても、うん、僕は良かったのかなと思ってます。結構馬体もしっかりしてますし、決して他の馬と遜色ない馬たちが出てたと思ってますので、うん、そうしますと、まあ、生産者の購買者の方にもし購買者じゃない販売申し込み者の人にアドバイスするとしたら大豆が価格ということになりますか。今後伸ばして、数字を伸ばす上では、はい、まあ競りの成り立ち生い立ちとかそういうことをいろいろ考えれば、主取り手数料っていうのがない競りっていうのはこの競りぐらいなものですよね、はい、だからそれが本来であれば同じ組合ではあるけども、そういう競りをすべきだというふうに根本的には僕は考えてるんですが、うん、まあ今いろんなJRA とか JBBA から助成金をいただいてやれてるから、まあ自動的するようもいただかないで済むということもあるので、現実の問題としてね、だそういうことを考えたらやっぱりまだ販売者側の甘えは、あるというふうに僕個人は思ってます。今年1年という話になりますと、まあ、年間を通して、まあ、税込みで115億ですか、116億ですか、はいはい、今年1年間、まあ、17日間ですけど16日間ですけど印象に残っていることってありますか。トレーニングセールからずっといい状態だったので、まあ、これ続いてくれないかなって希望ばっかりで、今年1年過ぎてしまいました。ただこんなに数字が伸びるとはちょっと考えづらかったので、まあここがてっぺんだろうなって考えるのも妥当かなと思いますなんか組合長の話を聞いてますと、そのなんか自然の流れで押し上げられたかのようにこう聞こえてしまうんですけど、はい、実際に役職員の方も相当数努力してこの数字達成できたと思うんですけども、それぞれの持ち場で本当にまあ、比較してものを言うのはちょっとあれですか、うん、今の役員さん方本当に一生懸命手伝ってくれるし、自主的にいろんなことを提案してくれるし、そういう面では本当に心強い仲間だなと思ってます、
我々がちょっと外からでは見えないところでお話できる範囲で結構なんですけども、はい、何かその会議の中で出た発言とかその前向きな市場改革に関することを紹介していただければありがたいと思うんですが、あの改革っていうよりも市場の運営に対してですね、はい、もっと効率よくやるためのいろんな意見をいただいているということですね、その場面場面のことをいろんな人たちがいろんな意見で、それで進んでるっていう面がありますので、そういう面では本当に自分一人では気がつかない部分も気がついていただいてますので、まあこれが全てじゃないし、まだまだ反省点もあるんですけど、でもまあいい方向に向いてるし、過去北海道市場としては過去最高の数字なんで、一応は自分としては評価していいかなというふうに思ってます。セレクションセールで名簿に写真が載ったり、今回は馬房表ですかね、名簿になったりという、はいはい、まあ、僕ら目につくのはそういうところになっちゃうんですけども、やっぱり僕たち の市場を開催する上で信頼されることと、それからどれだけ買いやすい市場にするかということが命題だと思ってますので、そこを中心にこれからも大丸努力が必要だろうというふうに自戒してます。はい、まあ、じゃあ繰り返しになりますけども、まあ、支えた一番は、まあ、レポジトリの充実と、はい、その見えない運営の部分と、はい、ということ、はい、それが多くが小林の方にうまくアピールできた。そうですね、やっぱり信頼して声をかけていただけてるっていう雰囲気があるので、そこはやっぱり自分たちやってきてよかったなと感じてます。はい、近々、まあ、選挙の結果分かりませんけど、消費税が 10% になる時代が、言われておりますけども、市場としてはそこはどのように捉えて考えてらっしゃいますか。多少価格におそらく影響は出るだろうとは思いますけども、はい、売却率はやっぱり6割5分以上であれば僕は合格だし、競りとして誇っていいんだというふうに考えてます。その手応えはじゃあ今もうすでに価格的には多分下がるんだろうと思うんですけど、ただ売却率はそんなに極端に落ちない、昔のように戻ることはないというふうに捉えてます。ここ下がりますかね、どうなってるか分かんないけれども、いや、まあ先の景気にもよりますからね、そこは何とも確たることは言えないんですけど、個人情報の話もありますし、我々ちょっと 外から分からない部分で、新しい購買者になられた方、購買登録者された方、はい、業種的にはどんな方が多かったんでしょうか。まだそこまで分析できてません。そうです、はい、まあ、あれに職業を書くなんてないのか分かんないですもんね。そうですよね。失礼しました。ありがとうございます。去年に比べてやっぱり購買登録者数が伸びてるのは確かですので、年間通してですと、2959名で去年より458名増えてます。だからもうこれだけ増えてきたら本当に競り合う競りっていうのが実現できるんだろうなって実感できますよね。はい、2959名ですね。延べですね。はい、去年より458名増です、はい、で今回のオータムセルに限って言えば839名で、対前年で104名増えちゃったんですよ。だこんなに海外の方ちょっと、いや今回海外いませんから、まあ、大谷さんは別にして、海外やっぱり日本がこれだけ高くなってるっていうのはやっぱちょっと東南アジアでは太刀打ちできなくなってきてるっていう部分はあるのかなと思いますけどね。でシンガポールにしろ香港にしろ調教されたマロンが買いやすいっていうのがあるんで、トレーニングセールが主体になってるんですよね、きっとね。購買登録者数が増えれば増えると前々の話ですけど、いや本当に悩みの種が、
そこを解決すればもっと数字伸びるんじゃないですか。あの自分ではそう思ってます。ですよね。ただあの今までいるあの僕たちもあのそこを見てるときにいろんな議論したメンバーが今いないもんで、だから そういうもんだよっていうやっぱりコンセンサスがなかなか得られないですよね。去年もこの日このオータムセールの最終日のお話で、まあ、パートサマーセールについてパート1パート2をちょっと頭の片隅にという話ありましたけど、はい、これからあの年内にどういうふうにするかを議論進めていると思います。その前向きにと。そうですね、日程に関してはね、場所はちょっとまたいろいろなあれがあるんで何とも言えませんけど、日程はちょっとあのそれこそ先ほどお話ししましたように買いやすい市場っていう意味からすれば、あの極石混合の競りを5日間もやるのかっていうあの購買者側からのクレームもちょくちょくありますのでね、そこはやっぱりなんとかするのが主催者の責任かなと感じてます。まあ、一応単純に考えれば月火が中央競馬の人が多いので、なるべく月火にいい血統の馬などを集めた方がいいというような考え方をなどもあるということですかね。あの結局あの、まあ、どっちでもいいんですけど、あの中央地方限らず高い馬いくら以上の馬が欲しいっていう方と、それからあの安く買おうと、要するに地方の賞金とかやっぱり地方でも安いと買う人はいるんですけど、そこをやっぱり色分けしてあげない、ある程度大雑把に色分けしてあげないと、あのずっと5日間もいるってことにはならないだろうっていう指摘を何度か受けてますので、そこはやっぱりちょっと考えない方が僕はあの販売者側からすれば紛れて売りたいっていうのもあるのかもしれないですけど、そこはちょっとねあの不親切かなと思います。かえって同じレベルの馬を固めた方が、うん、まあ、言い方きついけどレベル低い馬同士で集まると結構いい馬に見えたりするから、うんうん、かえって生産者にとっても僕は負けた方がいいと思うんですけど、まあ、基本的に私は そういう考えでいるんです。で今度はあのいろんな地区の懇談会事前にやってみて、これからあの来年に向けてまた検討させていただきたいと思います。ちょっと話が3番になっちゃいましたが、何か今回の本当に、1年、まあ、オータムセールに限らず1年振り返って一番感じたことをもう一回改めて申し上げる。オータム振り返って、オータム、オータム、はい、あれ最初にそれやったぞ。じゃあ向けあの何かご質問あれば、はい、分かる範囲でお話。オータムが過去最高っていうことはどういうご感想だったんですか。あのやっぱりオータムもそこまであの皆さん買いそびれたっていうことがオータムをあの活発な競りにしてくれた要因の一番大きなところだろうとは思ってます。はい、あの購買平均額はそんなにあの下がるかえって下がったぐらいなんですけど、総額で、まあ、頭数も増えたし、それでも売り上げ1億以上伸ばしてますのでね、だからやっぱり数を揃えたいっていう購買者の方がたくさんいらっしゃってくれたっていうことだと思います。オータムの課題っていうのはなんかあの、はい、まあ、課題というかやっぱり僕たちの競りって組合員から受けて出場申し込みを受けてのあのいろんな対応をしなきゃいけないんで、あの2日でやるには中途半端、3日でやるにはあの少なすぎるとかいろいろその頭数の面で苦労はするんですね。でできるだけあの遠くからいらっしゃってるあの千歳あたりからバスで通っていらっしゃる方もいるんだから、本当は競りは5時ぐらいで終わるのが理想だろうとは思ってるんですけど、そこがやっぱりまあ売ることを優先しちゃったので、あのアルマネさんというか購買者の方には申し訳なかったなと思ってます。
はい、じゃあ全体でお願いします116億。はい、あのまあ当時と比較すると、まあ、消費税のことを抜いて考えた方がいいんだろうと思って、その数字を見てみたら107億5200万円、107億5200万円ってこんなに売れちゃったっていうことで、何も分析ができないというお粗末な話ですけど、だから消費税抜きで100億超えたっていうのは本当ありがたいですよね。続していくため、まあ、あの今までやってきたことをあの、まあ、いろんなことを、手を抜かないでまた続けるっていうことでしょうね。あの牧場の皆さんもやっぱり生産者の皆さんも、脂質の改良とか、あの本当はお客さんが買われたところへ行って挨拶するのが本筋かなと思うけど、なかなか生産がこう忙しくてできない部分もあるので、そういう啓蒙も必要だろうなと思ってます。まあこれだけ売れて本当に感謝するのみです。反省はあの自分であの帰ってからじっくりさせてもらいますので今日はじゃあおいしいお酒が飲めそうですね。あのこういうことってあの自分の思っていること以上になっちゃうと、なんか考えようがなくなっちゃうもんなんですね。だからそれが一番怖いなと思ってます、だけどまあだから今まで頑張ってきたことを同じことをまたあの購買者にあのたくさん足を運んでいただけるようなやり方をあの考えていくのが原点かなと思ってます。はい、ですね、先ほど、まあ、今年がてっぺんかなというふうなお話をおっしゃっていたかと思うんですけども、購買者の方とか生産者の方に聞くと、オリンピックぐらいまでは続くんではないかという見方が結構多いようなんですね。はい、人事だったらそう言えるんですけど、自分が責任持たされてると、なかなかそれはか考えれないんですよね、やっぱり。当てを外すっていうことが一番、組合に対して迷惑をかけるので、まあ、8割9割で、まあ、今年がてっぺんだとすれば8割9割でこれから牧場の皆さんも送っていけるようなやり方とかいろいろ考えなきゃいけないんだろうと思います。その状況を長く続ける、はい、あの売却率は僕もさすがにあの 60% 台はあのずっとここ数年は続けれるだろうなとは予測しますけども、あの金額的なことはそんなにあのずっとは続くっていうふうに考えてやったら当てが外れるんだろうと思います。ね、やっぱりサマの時と同様に率をこれからも大事にされていきたい。はい、はい、というのは100億って区切りのいい数字だったり、4つの市場全てで過去最高の売上を記録したってことに関しても結構それはあくまで本当に数字のことでありっていう、ね、まあ、あえて言うならそういうあの応援をしていただいた購買者の人に感謝を申し上げるということしか、うん、そんなにこちらが特別なことをしたわけじゃないのでね、やっぱり応援していただかないと僕たちは思うようなあの値段で買ってくれるような競りにしたいとは思ってても、僕たちだけじゃできない問題ですからね。で競馬場がやっぱり基本的に中央地方の総発売とかそういうのがあって、皆さん前向きになるムードがあるってことが何より嬉しいです。とにかく購買者数の増加ってものはやっぱり今後も売却率の後押しにもなっていくってことにもつながってきそうですし、はい、その流れの中で競り合いが起こればまたこういうふうに売却総額もまた上がっていくっていうような流れが可能となる、はい、ということなんです。はいはい、あの基本はそこだと思います。なんせあの役員も職員も各競馬場行って競りの1年の競りの初めにあのどうぞ今年も競りに来て
買ってくださいってお願いして回るのがまず第一の仕事、僕たちはね、なの でそれによっていろんな方がお見えになって競ってくれるのは本当ありがたいですよ、うん、ちょっといいですか、はい、はい、まあ、平成2年のバブル期の最高を超えたということで、その当時と比較してですね、まあ、生産者の暮らしが、まあ、良くなったりとか潤ってるとかっていう実感っていうのはあります？まあ、潤ってるっていうよりも再生産をしやすくなったというふうに牧場の方々は前向きな経営が考えられる時期になってきたんだろうなというふうには捉えてます。バブルの時はとかく高い馬が目立ってこの商売はったりでやるのが当然のような考えでやってたところもありますのでね、そこからみんな苦しい時期を過ぎて反省しながら、じゃあこういう時にどういうことをしなきゃいけないかということを役員もそうですし生産者の皆さん方もいろんな議論をした中から今日がまた、巡ってきたので一番幸せを感じれる時だろうと、今年はそう思ってます。再生産っていうのは繁殖の方針だったり、当然そうですね、あと、まあ、種間も今まで、30万50万の100万ぐらいにレベルアップするとかそういうことに再投資をできる雰囲気になってはいますね。生産者の話を聞くと、まあ、そういうことが繰り返しやることが前提でこの生産会も残っていけるんだというふうに捉えてます。あと、まあ、今年社内のセレクトセールですけれども東サイバーが5億8000万で取引されて表題である北海道市場でも東サイバーのセール復活させるというような予定というか計画とかありますか？あえて皆さんの、組合の批判を受けるかもしれないですけど、やはり大手の方がレベル的に高いんですよね。だその差があるのに無理して東西をやるよりはより成長した段階で買っていただくことの方が購買者にとって安心感があるので、そちらを僕たちは選択すべきだろうと思います。はい、オータムセールの話でちょっとまた戻るんですけれども、先ほど組合長5時までに本当は終わらせられれば千歳に戻られる方も含めてておっしゃいましたけれども、どうしても初日2日目だと申し込み等数が読めない状況の中でも2日間できるので、まあ、今年これだけ売れたらまた来年も申し込み等数が増える可能性も初日2日目ある可能性もありますよね。でその時にまた悩ましいこともあるかと思うんですけれども、確か数年前に私こういうことを言ったと思うんですけど、年明けに事前予備登録みたいなことをやった方がいいんじゃないかって、今役員の中でもそうしないと数字がつかめないので行き当たりばったりの競りとしても日程的にはねなっちゃうんですよね。で理想は本当は8月競りも4日間ぐらいでできるのが一番いいんですけど、じゃあそこをどういうふうにこれから組み立てるべきかということを検討して答えを出さなきゃいけない来年までにね、そういうことを今ちょっとみんなと話し合ってるんですよね。だから今までと同じことをやってていいのかっていう疑問は絶えずそこのところは持ってます。はい、数字は良かったけれども先ほどの話ですとやっぱり売ることを前提でやってしまったことを反省されてたので、うん、ちょっとそのあたりをお伺いしたかったなと思ったんですけども、うんうん、やはりそのあたりはいろいろ考えながらまた答えを出していきたいということで、ここで海外の話するのはどうかとも思うんですけど、やっぱり競り会社って何ヶ月も前からその事前にその牧場行っていろんなどの競りにどれを出すっていうことを相談しながらやってるんですね。だからそういう競りをやらないと本当にいい競りは僕はできないと思ってるん で反面全部受けなきゃいけない競り組合のやる競りである限りは、まあ、そことのギャップもあるんで、そこのなんていうか兼ね合いを考えながら
まあ、組合員の了解を得ながらっていうことを考えたら、ちょっと事前にそういう相談もさせてもらえた方が僕はお互いにいいかなと思ってるんですけどね。セレクションセルだってまだ1日で、今のせいだったら1日で終わる頭数じゃなくて、もう少し増やしてもいいかなっていうこともありますし、そこを今までのデータを全部再検討しながら、どういうふうに持っていくかというと、ちょっと課題が大きいので、今具体的にこうだっていうのは出せませんけど、このままでいいとは思ってません。全部の競りが成績が良かったからといっても、そこは反省として、いろんな課題を見つけて、ね、来年に向けて頑張っていくということです、ありがとうございます。ありがとうございました。点数聞きたい。点数、大田のと北海道、今年の北海道市場と2つ。いや、結果は100点ですよ。ただ運営上は僕は99点ぐらいかな。それはオータンですか？年間通して。オータンは？オータンもだから、もう越してんだから、結果的には100点でいいんだと思います。100点、うん。ただ運営は僕は100点ないので、運営上は99で止めておいてください。そして全体も99点。そうですね。改善の余地を残す。そうです。期間も持たれてるわけですね。まあ、トップであるものの責任ですからね。だからこういうことって長続きしませんよ。寿命縮みますよ。まあでも本当に購買者の方には感謝感激です。今年1年、北海道市場においてトレーニングセールからオータムセールまで1年間本当に活発な競りを展開していただきまして、購買者の皆さん方には心からお礼を申し上げる次第でございます。トレーニングセールで、とてもいい数字が出たので、今年1年はなんとかいい競りが続くのかなというふうに考えてましたが、おかげさまで、史上最高の結果を得ることができました。これもひとえに購買者の皆様との理解とご協力があってのことと、厚く御礼を申し上げる次第でございます。とはいえ、今後の課題として僕たちが考えていることは、いかに、購買者の皆様に信頼されるかということ、そういう市場を楽しんでいただけるかということを、これからも考えながら取り組んでいこうと思っています。特に生産者団体が主催している競りでございますので、ともすれば生産者寄りのものの考え方をしちゃいけない、そういうことを絶えず肝に銘じて、やろうと思いますので、来年度以降もぜひ北海道市場にお越しくださるようにお願い申し上げます。ありがとうございました。